こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、今年のユニクロのダウンはこれがマストバイというテーマでお届けをしたいと思っています。 すでにですね、今年のダウンについては、まあ、様々なブランドのモデルをですね、皆さんにベスト5という形でお届けしてるかなと思うんですが、やはりですね、今年は結構いろんなお洋服が値上がり傾向にあって、その中でもコートだとかダウンのような重量というのは結構大幅に値上げしてるんですね。そうなると、セレクトショップのオリジナルかっこいいんだけど、なかなか買えないよとか、スポーツブランドだとかアウトドアブランドのものも欲しいけども、ちょっと予算オーバーだなということ も少なくななくいかなと思うんですね、まあ、そんな時に僕たちにとって頼りになってくれるのはユニクロの存在かなと思います。そんなユニクロにも様々なダウンがあって、どれを買えばいいかわからないという方が多いかなと思うので、そんな方のためにですね、今回は たった一点だけに絞って皆さんにおすすめのダウンをご紹介したいなと思っています。もう早速ですね、ご紹介したいなと思うんですが、こちらのダウンですね。昨日ですね、実際にユニクロの店舗に行って購入をしてきました。正式名称はですね、ハイブリッドダウンパーカー 3D カットですね。まあカラー展開は4色あるんですが、その中で僕が購入したのはこちら。 58番のですね、ダークグリーンというカラーですね。これがめちゃくちゃ良かったです。先日のダウンの動画の中では、あえてですね、ユニクロは上げなかったんですね。まあこのような重量というのは、冬の着こなしの中では主役級なので、ちょっと投資をした方が気分が上がるので、まああえてユニクロは上げなかったんですが、 ただこのダウン実際に着てみたらめちゃくちゃ完成度が高かったので別枠で今回は撮影をしているんですね。これはめちゃくちゃいいです。まあユニクロダウンっていうのは様々なバリエーションがあるんですがもう断然これでしたね。おそらくいろんな YouTuber の方もこちらご紹介してるかなと思うんですが多分満場一致でこのダウンが完成度が高いんじゃないのかなと思います。そのあたりの理由については後ほど実際に着ながら皆さんに解説したいなと思ってるんですがこのダウンを見る とですね。やはり去年ですね。皆さんにご紹介したあのダウンですね。結構想像する方も多いんじゃないかなと思います。はい、今回は持ってきました。こちらですね。昨年発売されました。ユニクロとホワイトマウンテニアリング、このコラボレーションダウンですね。 これと結構ですね、見た感じが似ているんですよね。まあ、ディティールを見てもですね、腰ポケット大きめについているところは共通していますし、あとは胸のラインにですね、縦に走るジップですね。このあたりも共通しています。ホワイトマウンテニアリングの方は胸にポケットがさらに2つついていて、4つのアクセントとなるようなポケットがついてるんですが、こちらのユニクロの今年のダウンに関しては胸ポケットはないという形で、よりスッキリしてるんですね。 正直ですね、このあたりは好みだと思うんですね。これぐらいポケットは持ってある方が好きっていう方もいらっしゃると思いますし、いやいや、ポケットはそんなに多くなくていいと、ちょっとスッキリさせたいのであれば、むしろ今年のものが良かったですので、このあたりもちょっと今日は比較をしながら、まあ、どのような違いがあるのかとか、まあ、どういった点に優れてるのかというところ、また、コーディネートにおいてはどのようなアプローチがあるのか、このあたりまでしっかりとお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性 向けてメンズファッションの機能ですねわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に来ていましたどうでしょうかまあいろんな角度から見ていただきたいなと思いますはい こんな形ですが、個人的には完成度めちゃくちゃ高いかなと思います。まずデザイン面から見ていきたいなと思うんですが、まあ、ベースはですね、かなり使いやすいような木を照らったところがないユニクロらしいベーシックさがあるんですが、まあ、個人的にはですね、このポケットですね、腰のポケット結構大胆に大きめのものがついていまして、ちゃんと蓋もついてるんですね。この蓋のデザインも含めて非常に完成度が高くて、このあたりは先ほどご紹介した去年のホワイトマンテニアリングの ものをですね継承するような形ですごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますここにポケットがありつつもあとはですねこの胸のラインにも縦に走るポケットがあってまあ実際にですね収納する場所がすごく多いのはありがたいんですがこういったところもデザインのディティールとしてはすごくいいなと思いますでホワイトマンティナリングはここにポケットが付いてるんですねちょっと見比べたいなと思うんですがこのポケットですこれも個人的には大好きですポケットが多い方がよりですねちょっとこうミリタリーだとかワークテイスト の雰囲気になって僕は好きなんですけどもない方が一般的にはスッキリとしてすごく見え方としてはシャープかなと思いますその点はむしろこっちの方が多くの方に受け入れやすいポイントかなと思っていますあとは襟の立ち上がりですねここがすごくいいんですよしっかりと襟が立ち上がりフードもですねボリューム感があるので顔周りがすごくリッチな雰囲気になるのでこのあたりもしっかりと作り込まれてるなと思いますねシンプルながらにもシンプルになりすぎないようなバランス感覚このあたりが今年の こちらのダウンの最大の魅力かなと思います。あとは長さなんですよね。 竹の長さってすごく大事で、ユニクロの定番の CMS ダウンパーカー、あれがすごく個人的には好きで、今まで何度もお伝えしてきたんですが、いわゆるですね、スポーティーなダウンで、デザインシンプルでいいんですが、丈がもっと短いんですね。まあ、セレクトショップのオリジナルのダウンでも、ああいった路線って今でもしっかりとあるんですが、最近のダウンの傾向としては、少し丈が長いものが増えてきているんですね。まあ、ユニクロでもダウンコートみたいなもので、もっと長いものもあるんですが、あれはあれで、 なかなか難しかったりするんですね失敗するとちょっとこうおじさんっぽく見えがちだったりするので個人的には長すぎず短すぎないようなまさにこれぐらいの丈の長さがまあ、今季ベストなのかなと思いますお尻がしっかりと隠れるぐらいのですね長さがあって大人っぽく綺麗な雰囲気も漂っていてあとはですねいわゆるこうダウンのもこもこ感っていうのがないのでそういった点でもシャープに見えるようなまあ、そんなシルエットになっているかなと思いますまあ、ダウンというと結構も こ,こもことしたイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですがまあ、そういったものとは全くですね。雰囲気が違うような割とこう。ナイロンジャケットとかマウンテンパーカーの延長線上にあるような雰囲気なので、このデザインもですね。すごく優位性があるんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開が結構豊富で4つあるんですけども。僕は鉄板はですね。ブラックだと思うんですね。ただ、僕は去年このホワイトマウンテンエングとのコラボレーションブラックを買ったので、ちょっとずらしたいなと思って。こちらのダークグリーンを買ったわけなんですが。が こちららららだだだっったたた結構でででですすねプライベートだけではなななくくてビジジネスカジュアルぐらいいいい対応できるような、まあ、色味かなと思いますで幅広く使いたいのであればブラックが一押しなんですが、個人的にはこのダークグリーン着た瞬間にめちゃくちゃハマりがいいなと思いました。ミリタリーすぎるですね、オリーブだとかそういった色とは違ってちょっとクリーンで大人っぽく見えるような色合い。ブラックのダウンは結構いろんな方は持ってるかなと思うんですが、ダークグリーンというところでそんなに人とも被らないというところも も含めてバランスがすごくいいかなと思っていますまあ、特に僕はですね結構動画の中でブラックのパンツ今はユニクロのですねタックテーパードパンツの秋冬バージョンを履いていますがこちらを履くことが多いんですねそうなると上までブラックだとちょっと重たいかなと感じることもあるのでこのようにアウターがダークグリーンだとブラックとの相性もめちゃくちゃいいのでそういった意味では個人的にはこの色一押しかなと思います表面にですね光沢感もなくマットな雰囲気が非常に大人っぽく バランスがいいいかなと思います今はジップを全部上げた状態で着ていますが、もちろん下げてきてもらってもバランスがいいです。内側に着てるのはですね、ナチュラルとかそういったこう柔らかい色味のニットなんですが、まあ、このようなオリーブ系のアイテムの内側には、やはりちょっと明るさのあるようなニットだとか、あとは白のバンドカラーシャツだとか、ちょっとパキッと綺麗な色を合わせてもらうと、すごくバランスがいいかなと思います。 今はモックネック型のニットですね。これは先日のグリーンレベルさんご紹介したニットなんですが、このような色でちょっと明るさを出してあげると、このようなオリーブのコーディネートはすごくバランスがいいかなと思います。まあ、ユニクにもね、似たようなニットたくさんあります。スフレヤーンのモックネックニットとかでもいいと思いますし、ミラノリブの丸首のニットとかでもいいかなと思うので、ホワイトだとかナチュラルだとか、ライトグレーまでの色でですね、内側は少し明るめに振ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。 で、このハイブリッドダウンパーカーはデザイン的な優位性も非常に高いんですが、なんといっても機能的なんですよね。まず着た状態ですね。まあ、とにかく軽いんですよ。まあ、ダウンだとか重量とかって基本的にこう、着た瞬間にちょっとこうずっしりしたりだとか、なんか違和感を覚えたりすることも少なくないかなと思うんですが、非常に軽いです。まあ、空気をまとうような感覚に近いぐらいですね。 柔らかくて肌材の良い,いダウンで、すごくこれは使い勝手がいいですね。いわゆるハイブリッドダウンということで、ダウンと中綿それぞれがこのダウンの中に使われているんですね。まあこのアウターのほとんどの部分にはダウン使われているんですが、例えば腕の部分ですね。このあたりは中綿だったりだとか、 内側、メッシュ構造に真ん中がなってるんですね。ちょっと画像を貼り付けておきたいなと思うんですが、その部分ですとか、あとは腰のあたりとかも中綿になっていて、部分的にですね、寒さを感じやすいところにはダウンを使っていて、動きやすさですね。動きやすさを確保したいような腕周りだとか、あとはこういった腰回りだとか、まあそういったこう寒さを感じないところとかは、割とですね、中綿を使いながら、すごくバランスのいい配置になっているんですね。まあ本格的なダウンもいいんですけども、日常的に使うには、まあこれ ぐらいのバランスの方が僕は帰って使いやすいんじゃないのかなと思います。そういった意味では、まあ、このダウンはですね、もうユニクロの中では鉄板でこれしかないだろうというぐらいの完成なので、ぜひ皆さんもですね、実物を試着をしていただきたいなと思っています。まあ、コーディネートの簡単さというところもすごくあって、個人的にはですね、皆さんにすごくお伝えしやすいかなと思います。もうちょっと季節が進んできたら、タートルネックの白カットソーなんかを使ったりだとか、今年だったらブラックのドライバーズニットですね、そういったものと合わせても もう非常にかっこいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、大人の男性も、なるべく予算をかけずに、シャープなダウンを買い揃えたいのであれば、このダウンはですね、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。 ちなみに一点だけですね、ちょっとお伝えし忘れたことがあって、今、ホワイトマウンティニアリングの方のダウンを着てるわけなんですが、まあ実際に着比べてみると、デザインのディティールはすごく近いんですが、着丈のバランスですね、これがちょっと違って、ホワイトマウンティニアリングのものよりも、今年のユニクロのこちらのハイブリッドダウンパーカーの方が丈長いですね。長さのバランスは正直、こちらの新しいものの方が、 今のトレンド感には合ってるかなと思うので、その点は今年のバージョンに軍配が上がるかなと思うんですが、一点だけ、ここだけはですね、来年ぜひユニクロさんにですね、検討していただきたいなと思う点があるんですが、このホワイトマンテリングとのコラボのダウンのすごくいいところなんですが、ダブルジップになってるんですよね。ダブルジップというのは、このジップの部分ですね、上げてもらって、 その後にですね、下からもこう上げられるようになってるっていうところが、まあダブルジップの特徴なんですけども、こうすることで、まあ足さばきも良くなるし、車に乗ったりとかするときにも結構ここが広がるので楽というのもあるんですが、何よりですね、この前から見た時のバランスがいいんですよね。下に着てるニットだとか、あとはシャツをですね、チラ見せすることができたりするので、僕はこのダブルジップってめちゃくちゃ重要度が高いと思ってるんですね。今のように上 上もちょっと開けて、下も開けるみたいな着方もできますし、さらにはこのように上は全部閉めてしまって、下半分開けてるみたいなスタイルもできて、まあその時にもですね、この下に着てるニットが見えるので、こういった着方ができた方が、よりですね、満足度が高まるかなと思うので、その点だけ来年ハイブリッドダウンパーカーがアップデートされるのであれば、ぜひ適用してもらいたいなと思うんですが、まあそれ以外は本当に完璧なダウンだと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では今年のですね、ユニクロのダウンの中で一押しのですね、ハイブリッドダウンパーカー 3D カットですね。 価格は12,900円ということで、まあ去年よりはちょっと値上げしてるんですね。その点躊躇されている方もいらっしゃるかなと思うんですが、先ほどもお伝えした通り、ユニクロとホワイトマウンテンアリングのコラボを経て、よりパワーアップしたデザインですとか、機能性を持ったダウンということで、また昨年前のものとは別物と思ってもらっていいんじゃないのかなと思います。僕自身も去年はですね、正直あんまりしっくり来なかったんですね。まあホワイトマウンテンアリングのものがあったというのも、一つの理由か かなと思うんですが、今年のものに関しては？ デザインのディティールだとか、丈の長さだとか、もうまさに完璧な仕上がりだと思うので、自信を持ってお勧めできるアイテムかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、本格的な冬を迎える前にですね、こちらのダウン試着をしながら検討していただきたいなと思っています。今、まあ、色に関しては結構難しいですね。ブラックにするのか、オリーブにするのか、また皆さんのご意見もですね、コメント欄でお伝えいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日もですね、わかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向け ののアイテムですとかコーーディネートの解説に関しましまては僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る方がない方のために、オンラインサロンというものも開催をしています。こちらの方ではですね、一日だいたい僕の方では2、3回のペースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を、文章と写真別で行っています。1 今回ですねだいたい1分ぐらいで読めるような分量なのでまあ、気軽にですねサクサクとファッションの情報を取りたい方はですねこちらもぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに